メリアちゃん、ちょっといいかな。どうしました、セッカちゃん。いや、さっきの試合、すごかったわよね。お互い信念と信念のぶつかり合いっていうかさ。そうですね、ハクもよく最後まであの理不尽な条件の中勝利を掴んだと思います。そうね、でも月下お姉ちゃんもすごかったと思わない？そうですね、月下ちゃんの能力はすごいと思います。能力は、ねえ。でも1年前からすごく成長したと思うのよね。私としてはもう専属神として認めてもいいんじゃないのかなって思ったりさ。はぁ、そういうことですか。ここではなんですし、場所を変えましょう。大体さっきの発言で確信しましたよ。私と月下ちゃんの約束、知ってますね。まあ、私はメリアちゃんは人生一の親友だって思ってる。だからこそ嘘偽りなく言うわ。知ってるわ。そしてこのハクと月下お姉ちゃんとの試合で月下お姉ちゃんが専属神になれるかどうか、そういう戦いだったってこともね。それを知ってて、私にこの話をしに来たってことは。ええ、講義よ。あの勝負だけで月下お姉ちゃんの全てを判断するのは浅はかだと思うわ。試合を見れば大体わかった。確かに月下お姉ちゃんは弱い。おそらく従属がいなかったら最初の一手でハクが勝って終わってた。だけどそんなことはどうでもいい。結果はあれほど実力差があったハク相手にあそこまで追い込んだ。それは月下お姉ちゃんの努力と才能だと思う。メリアちゃんだって認めてるはずだよ。ハクの強さを、並大抵ではハクに太刀打ちすることも不可能。それだけハクは強い。月下お姉ちゃんには伸びしろがある。例えばもっと従属を増やして協力すればもっと凄まじい。それこそ今度こそハクすらも超えるような力を。ハクすらも。と言いますが、カナはどうなのですか？もちろん私はハクを認めてます。あの子は将来きっと世界の根本すら覆すほどの可能性を持っています。ですが、現状、ハクはご主人含め、専属神内で一番弱い。それは紛れもない事実です。コトカちゃんみたいに私やソフィアをも覆す可能性を持つ子ならまだしも、専属神内最弱のハクと比べるようでは話になりませんよ。今の発言は気に入らないわよ。まるでハクが専属神条件のボーダーラインみたいに。そもそも月下お姉ちゃんの長所はもっと他にある。それを戦いという場だけで判断するのはおかしいってわからないの。ハクだって戦闘力だけで判断したわけじゃないでしょ。ならなんで力にこだわるの。それこそメリアちゃんらしくないじゃない。そもそも力だけこだわるのなら私だってカナだってハクだって専属神に選ばれない。だってそれこそパトの元いた世界にいた従属の方がよっぽど強いんだから。なら私は月下ちゃんの代わりをその時探します。それだけの話ですね。なんでそうなるのよ。今せっかちゃんが言ったじゃないですか。確かにご主人や私の配下にいた神たちは全員優秀です。その中には月下ちゃんよりもうまく能力が扱えて、力があって、頭脳がある子を選出します。私はそういうことを。わがままがすぎますよ。あなたが言いたいのは、身内が選ばれない、不幸になるのは許せないし認めない。だから月下ちゃんを専属神にしろ。ただそれだけなんですよ。身内利益も甚だしい。専属神はおままごとでもないし地球の婚約みたいなしょうもないお約束ごととはわけが違うんですよ。ご主人が好きなら従属としていさせてあげますよ。それで十分じゃないですか。なぜ専属神にこだわる必要があるのですか。そんな自分勝手で目先のことしか考えていないのなら黙っていてください。自分勝手だと。ふざけんな。自分勝手はどっちだ。パトの言い分も全部無視して勝手に月下お姉ちゃんを天秤にかけてんのはお前だろうが。専属神はおままごとじゃないくらい理解してる。でもそれを決めるのはパトであってメリアは違うだろ。でしゃばるのもいい加減にしろ。お前一人のわがままでパトも月下お姉ちゃんも迷惑してんだ。わがままで自分勝手なのはお前の方だろ、メリア。自分勝手、私が。そもそも今回の件を持ち込んだのは月下ちゃんの方だ。私はその意思を組んだだけなのに。自分勝手でわがまま。ご主人だってまだ知らない世界がある。でも私は知ってる。だからこそ、早とちりしないように私が今まで頑張ってきたのに。熱でただ与えられたことだけをこなしてただけで調子に乗るなよ。せっか。本当あなたは感情論ばっかり、頭悪くて何も考えれないくせに偉そうに私に説教。ならこの将来、何千、何万という未来まで責任持てるのか、考えているのか、導けるのか。言われたことも簡単なことしかこなせないくせに、私以上の考えも持っていないくせに。いやよね、何も考えなくていい人は、文句だけ言ってればいいんだからさ。不満は任せるとか言っておいて、不満があれば文句、気に入らなければ文句、具体的な案も行動力もないくせに。口先と声の大きさだけ一人前、それだけじゃこの先に待つのは破滅なの。不満から考えることを放置して任せきってるのなら今も出しゃばってこないで。重症だわ。ならばかはバカらしく力技で解決してやるわよ。暴力でしか解決策を提案できない低能が、恥を知れ。次の試合で教えてやるわよ。勘違い野郎にね。面白い。
あなたごときが私に一体何を教えてくれるのかしらね。知識だって、戦術だって、基礎だって、能力だって。私が全部教えた。もちろんあなたの成長プランや方向性も何万通りも把握している。あのちゃんか、誰もがあんたの決まったレールの上を走ると思うなよ。ここまで情報があるのなら余裕で私なんか倒せるのよね。だって私は所詮あんたの駒であり、手のひらの上で踊ってるだけの存在なんだからさ。映画の低い下品な挑発、でもそうね。それじゃあせっかちゃんが私を倒せたなら私の考えが間違っていたって認めてあげるわよ。もちろん間違っているのだから正しい考えを持つせっかの意見を聞くわ。だけどこの試合で負けたら金輪際私に意見しないで、私の想定内でしか動けないって証明が私の考えが正しかったって証明になるのだから。上等だわ、証明してやるわよ。あんた自身が言ったんだからな。この意地っぱり。何よ。いつも私ばかりそんな役ばっかり。でも私は専属真の王者であり、ご主人を導かないといけない。絶対に折れるもんですか。2回戦第5試合勝者、パト選手。すごいじゃない？まさか世界三強の方かおばさんを倒すなんてね。パトはこの1年、カナの次元世界も含めると約5年、本当に死に物狂いで努力していたからね。監獄島を後にしてぎょっとしたことからパトは変わった。悩みや迷いはあってでも絶対に前に進み続けるという強い意志があった。そのことからかしらね、神羅万象支配を使えるようになったのも。絶対に納得させる、自分の気持ちを押し殺してまであんなことを言うメリアを。私はずっと聞いてきた。メリアさんは結果を姉ちゃんも認めていたし、欲してもいた。むしろその成長と可能性に胸躍らせてるくらいだった。プライドが邪魔してるんだ。約束を守らなければならない。結果を姉ちゃんの覚悟を胸にしてはいけない。必要なんだ。私が目を覚めさせないとダメなんだ。私は間違っていない。私は全部ご主人のために尽くしてるだけ。結果ちゃんの件は心底残念です。ですがここで私が約束を胸にしてしまえば、結果ちゃんの覚悟はどうなる？今後の人生全てをかけて私に宣戦布告してきたのに。結果ちゃんにはその思いと覚悟がわからないんだ。身内だから特別扱いしてるだけ。そんなことばかりしてると絶対にろくな結果にしかならない。この地球でもよくある話です。会社で次期社長を自分の子供、要は身内にやらせて倒産した会社。そのように身内利益は実力や才能を無視して本当に有能な人材を評価しないからこそ起きる。そんな破滅を迎えるわけにはいかない。私は誰よりも無慈悲で冷徹に判断しないといけないんです。それが私の役割だから。天野江、甲賀、36歳、独身で男性経験はなし、BL 好きで隊員たちの絡みを旗から見てるのを密かな楽しみにしている中年女性。もうこの年になれば恋愛とか惚れた惚られたとか無縁だと思ってたけど。あれ、おかしいな、この人の言ってる意味がなんか違う気がする。まさか年が倍違う年下の男の子にときめいてしまうなんて。ちなみにですけど、この日、私もそこまでうぬぼれていないわ、私みたいなおばさんなんか相手にしないわよ、彼は。私たちの世界だと1000歳とか500万歳とか普通にいるからな、18歳差なんて誤差に感じるけど。いいよ、私はおばさんとして見守っていくわ。あれ、もしかして私恋のアドバイスしてたの？天野江隊長、羨ましい、あんなハグ私もされたい。使用の癖だね、私弱いからよくパト君に。ああやって助けられちゃうんだよね。いいな、明日パト君のところにお邪魔しようかな。いいと思うよ、エミエルちゃんもいるし。お互い反対ゾーンだから。いい訓練相手になると思う。昨日ケインさんとヘルナさん来てたし、いいんじゃない？え？あの二人が、まさかもう抜け駆けされてるなんて。絶対に行く。それでわざと寝技と格見手に持っていく。力殺しか出てないよ。バハートちゃん。勝ったのはすごいけど。なんだろう、もういろんな意味で勝ったよね、あれ。ことかちゃん、バハートちゃん、そしてフォーカーおばさんも加わったらもう私の居場所なくなるわね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。
それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。